判決フランツカフカ前回の続きからですそうです今はまた考えが変わったのですあの男が僕の親友なら僕の幸福な婚約はあの男にとっても幸福であるはずだ僕は思いました それで僕は知らせてやることをもうためらわなくなりました。でもその手紙をポストへ入れる前にお父さんに言っておこうと思ったのです。ゲオルクと父は言って歯のない口を平たくした。いいかお前はこのことでわしに相談するためにわしのところへ来た。それは確かにいいことだ。 だが今わしに本当のことを洗いざらい言わないなら何にもなりゃしない。何にもならぬということよりもっといけないことだ。わしは今の問題に関係ないことを蒸し返すつもりはない。だがお母さんが死んでからいろいろと嫌なことが起こった。おそらくそういうことが起こる時が来たのかもしれないし、わしらが考えているのよりも早く、 そのの時が来ていい。るのかもしれない商売でもいろいろなことがわしにはわからないままになっている。おそらくわしに隠してあるのではあるまい。わしに隠してあるなんてわしは全然思いたくないからな。わしはもう元気がなくなったんだろう。記憶力も衰えたからな。 わしはもうたくさんのことを全部見ている力がない。一つには年という自然の結果だし、もう一つにはお母さんの死んだことか、お前よりもわしに強い打撃を与えたからだ。それはともかく今の問題、つまりその手紙のことだが、下与力わしをだまさないでくれ。ほんのちょっとしたことだし。 息をつくほどのことでもなないいじゃないかだからわしをだまさないでくれ一体そのペテルスブルグの友達というのは本当にいるのかねゲオルクは当惑して立ち上がった「僕の友人のことなんかほっておきましょうよ」「千人の友人だってお父さんには変えられません」 僕の信じていることがお父さんにはかかりますかお父さんは自分の体をいたわらなさすぎます。でも年を取れば体をいたわる権利があるというものです。お父さんは僕の商売に欠かすことのできない人です。それはお父さんだってよくご存知のはずですね。でももし商売がお父さんの健康を損ねるというのなら商売なんか 明日ににでも永久にやめますよ。「そんなことはいけません。それならお父さんのために別な生き方を始めましょう。でも根本から違った生き方をするのです。お父さんはこんな暗いところに座っていらっしゃる。ところが居間にいらっしゃれば明るい光を浴びることができるじゃありませんか。きちんと食事を上がって体に力をつける代わりに。 朝食もちょっぴり上がるだけです。窓を閉め切っていらっしゃるけれど、外の空気が体にいいに決まっているじゃありませんか。いけません、お父さん。お医者を連れてきて、その指室に従おうじゃありませんか。部屋も取り替えましょう。お父さんが表の部屋へ行き、僕がこっちへ来ます。お父さんには少しも模様替えなんかありません。みんな向こうへ持って行きます。 でもそうしたことをみんなやるまでにはまだ時間があります。今は少しベッドに寝てください。お父さんには絶対に休息が必要です。さあ着物を脱ぐのを手伝いましょう。いいですか僕にもそんなことはできますとも。それともすぐ表の部屋へ行きますかそれならしばらく僕のベッドに寝てください。ともかくそれが利口なやり方というものでしょう。 ゲオルクは父のすぐそばに立った。父はもつれた白髪の頭を深くうなだれていたゲオルクと父は低い声で感動もなく言ったゲオルクはすぐ父と並んでひざまずいた彼は父の疲れた顔の中で瞳孔が 大きく見開かれ目尻から自分に向けられているのを見た「お前にはペテルスブルグの友達なんかいないんだ。お前はいつもふざけてばかりだがわしに対しても悪ふざけを控えたことがなかった。お前がペテルスブルグなんかに友達を持っているわけがあるものか。そんなことは全然信じられないぞ。 もう一度よく考えてくださいお父さん。と、ゲオル力は言って父を椅子から起こし父が全く力なく立ち上がった時寝巻きを脱がせたこれで間もなく3年になりますが僕の友人はうちを訪ねてきたのですよお父さんがあの男をあまり好いていなかったことはまだ覚えています少なくとも2度 僕はあの男の来ていることをお父さんに隠しました。実はあの男が僕の部屋にいたのでしたが、僕にはお父さんがあの男を嫌う気持ちがよくわかりました。あの男にはいろいろ妙なところがありますからね。でもやがてお父さんは彼と全く打ち解けて話し合っていました。お父さんがあの男の言うことに耳を傾け、 うなずいたり質問したりしているところを僕はとても誇りにしたのでしたよく考えてみれば思い出すはずですあの男はその時ロシア革命の途方もない話をしていました例えばキエフへ商用旅行で行った時騒動の最中に一人の神父がマルコンに立っているのを見たということその神父は手のひらを切って 大ききなのの十字架を書きその手をかそ手挙げてて群衆に呼びかけいいたというじゃありませんかお父さん自身がこの話をあちこちで繰り返し聞かせていましたよこうしているうちにゲオル力はうまく父をまた椅子に座らせリンネルのパンツの上に履いているトリコットのズボン下も靴下も注意深く脱がせた。 あまりきれいではない下着を眺めて彼は父のことをかまわないでおいた自分を咎めた確かに父の下着の着替えに気を配ることも彼の義務であったろう父の将来をどうしようとするのか彼は婚約者とまだはっきり話し合ったことはなかったしかし彼らは暗黙のうちに 父は元の住まいに一人残るものと決めていたのだっただが今は父を自分の未来の家庭へ引き取ろうとはっきりと急に決心したよく考えてみれば新しい家庭に父を引き取り世話するという考えはあまりに遅く思い浮かんだようにさえ思われるのだった 両腕で父を抱えてベッドへ運んだ。ベッドへ23歩向かいながら父が胸の上の時計の鎖を持てあそんでいるのを認めた時恐ろしい感じが襲ってきた彼は父をすぐベッドへ寝かすことができなかったそれほどしっかりと父はこの時計の鎖を掴んでいるのだった しかし父がベッドに寝るや否や万事うまく片付いたように思われた父は自分で布団にくるまり崖布団だけをさらに肩のずっと上までかけた父はそれほど不愛想そうにでもなく彼を仰ぎ見た「ねえもうあの友人のことを思い出したでしょ?」 とゲオルクは聞き父に向かって元気づけるようにうなずいてみせた「よく布団がかかっているかね?」と父は聞いた両足に十分かかっているかどうか自分では見ることができないようであった「ベッドに入ったらもう良い気分でしょ?」。 とゲオルクは言い父にかかっている布団を直してやったうまくかかかっているかね。父はもう一度聞いて返事に特別気を使っているようであった「静かになさいうまくかかっていますよ」嘘だ。 と自分の問いに対する返事が終わるか終わらないうちに父は叫び力いっぱい布団をはねのけたので布団は一瞬飛びながらパッと広がった父はベッドの上にまっすぐに立ったただ片手だけは軽く天井に当てていた「お前はわしに布団をかけようとしたいいか?」 そんんなことははわしにはわかっているんだぞ。だがわしはまだ布団なんかかけてもらっていないぞ。これがわしのギリギリの力だとしてもお前なんか相手には十分だ。お前には十分すぎるくらいだ。お前の友達のことはよく知っている。あの男はわしの心にかなった息子と言えるくらいだ。だからお前はあの男も長年だましてきたのだ。 その他にどんな理由がある。わしが彼のために泣いたことはないとでもお前は思うのかだからお前は自分の事務室に閉じこもったりするのだ。誰も入ってはいけない。社長は仕事中というわけだ。それもただお前がロシア宛ての偽手紙を書くことができるためなのだ。だがありがたいことに誰も息子の両見を見抜きなさいなどとは父親に向かって言いはしない。 今でははお前はわしを押さえつけたと思っている。完全に押さえつけたので父親を尻の下に敷くことができるし父親は動けないと思っているそれでお前さんは結婚する決心をしたのだゲオルクは父の恐ろしい姿を見上げた父が突然よく知っていると言ったペテルスブルグの友人のことが今までにないほど 彼の心を打った彼はその友人が広いロシアで痛手を受けている様子を思い浮かべた略奪された空っぽの店の戸口に立っているのを見た商品棚の残骸の間めちゃめちゃにされた品物の間垂れ下がったガス灯の腕木の間に友人はまだ佇たずんでいる なんだってそんなに遠くまで去っていかなければならなかったのだろう。わしをよく見ろ。と父は叫んだ。ギオルクはほとんど呆然としたまま、あらゆるものをつかむためベッドへ走って行こうとした。だが途中で足が止まってしまった。 あのいやらしい娘がスカートをあげたからだ。と父はヒューヒュー音が漏れる声でしゃべり始めたあいつがスカートをこうやってあげたからだ。そしてその様子をやってみせようとして下着を託し上げたので父の太ももには戦争の時に受けた傷跡が見えた。 あいつがスカートをこうやってこうやって開けたからだそれでお前はあいつに引き寄せられてしまったのだあの女と水入らずで楽しむためにお前はお母さんの思い出を傷つけ友達を裏切り父親を身動きできぬようにベッドへ押し込んだのだだがわしが動けるか動けないかさあどうだ 父は完全に自由に立ち足をバタバタさせた自分の目が高いことを誇って顔を輝かせていたゲオル力は父からできるだけ離れて部屋の片隅に立っていたずっと前に回り道などして背後や上から襲われるようなことがないように全てを完全にはっきり見極めようと 固く決心していたのだった今や再びずっと前から忘れていたその決心を思い出したが短い糸を針穴に通すようにまた忘れてしまった「だがお前の友達はお前に裏切られたわけではないぞ」と父は叫び 人差し指を左右に動かしてそれを強調した「わしはこの町での彼の代理人だったのだ」「喜劇役者」とゲオル力は叫ばないではいられなかったがすぐにその損なことを悟ってもう遅すぎたが両目をじっと据えたまま舌を噛んだ。 それで彼は痛みのために体が曲がるほどだったそうだもちろんわしは喜劇を演じたのさ喜劇いい言葉だ他にどんな慰めがわしという年老いた男ややもめの父親にあるだろうか言ってくれお前が答える瞬間だけはお前はまだわしの生きている息子というわけだ 奥の部屋に閉じ込められ、不実な使用人どもに追い払われ、骨まで追いぼれたこの俺に何が残されているというのだ。息子の方は歓声を上げながら世の中を渡り、わしがこれまでに仕上げた店を辞めてしまい、面白がって笑いこけ、しんしぶった無口な顔をして父親から逃げ去ってしまうというのだ。わしがお前を愛さなかったと思うのか お前の実の父親であるこのわしが今度は親父は体を前にかがめてしまうだろうとゲオルクは思ったもし親父が倒れ砕けてしまったらこの言葉が彼の頭の中をかすめすぎた 父は体を前にかがめたが倒れはしなかったゲオルクは父が期待したように近づかなかったので父はまた体を起こした「そのままそこにいるがいいわしはお前なんかいらないさお前にはまだここまでやってくる力があるとお前は思っているんだそれなのにお前は寄っても来ないそうしたいと思うからだ」 思い違いい違しないでくれよ。わしはまだまだお前よりずっと強いんだぞ。だがおそらく俺の方がお前に譲歩すべきだったのかもしれん。ところがお母さんが自分の力をわしに与えてくれたのだ。お前の友達と俺は心から結ばれているしお前の得意の名前はこのポケットの中に入っているんだぞ。 シャツにさえポケットをつけている」とゲオルクは自分に言い聞かせたそれを言いふらしたらおやを世間に「顔向けできぬようにしてやることができるんだ」と彼は思ったそう思ったのもほんの一瞬だったというのは彼は後から後から何でも忘れてしまうのだった お前の婚約者にしがみついていればいい。てればさあわしに立ち向かってみろわしはあの女をお前のそばから払いのけてやるぞどうやって払いのけるかお前にはわかるまいゲオルクはそんなことは信じないというようにしかめ面をした父は自分の言うことが本当だと誓うようにゲオルクがいる部屋の隅の方に 頷いてみせた。「今日もお前がやってきてお前の友達に婚約のことを書いてやったものだろうかと聞いた時わしは愉快だったよ。あの男は何でも知っているんだ。バカめ何でも知っているんだぞ。お前がわしから筆記号を取り上げることを忘れたものだからわし側の男に手紙を書いてやったんだ。だからお前の友達は何年も前からこっちへ来ないのだ。 お前自身よりあの手紙は読まないで左手の中でくちゃくちゃにしてしまいわしの手紙の方は右手に持って読むために目の前に広げるというくらいだ父は激したあまり腕を頭上で振ったあの男は何でも1,000倍もよく知っているんだぞ。 と彼は叫んだ「万敗もでしょうよ」とゲオルクは父をあざけるために言ったしかしまだ口の中にあるうちにその言葉はひどく真剣な響きを帯びた「何年も前からお前がこの疑問を携えてやってくるのをわしはじっと待ち構えていたのだ」 わしが何か他のことに心を煩わしていたとでも思うのかわしが新聞を読んでいるとでも思っているのかそれ見てみろそう言ってゲオルクに新聞を投げてよこした父はその新聞をどうやってかベッドの中にまで持ち運んでいたのだった古新聞で 力か全然知らない社名のものだったお前は一人前になるまでに何て長い間ぐずぐずしていたんだろうお母さんは死ぬことになって喜びの日を味わうことができなかったお前の友達はロシアで身を滅ぼし3年も前にすっかり霊落し果ててしまったそしてこのわしはわしがどういうありさまかは お前にも見えるはずだ「そのために目があるはずだ」「お,お父さんは僕の好きを狙っていたんですね」とオル力は叫んだ同情を込めたように父はつぶやいたそれお前はおそらくもっと前にいたかったんだろう。 でも今ではもうどうにも遅いよそれから父は声を高めたこれでお前にもお前のほかに何があるのか分かったろうこれまではお前は自分のことしか知らなかったのだお前は本当は無邪気な子供だったがそれよりも正体は悪魔のような人間だったのだだからわしの言うことを聞けわしは今お前に 歴史するように宣告する業力は部屋から追い出されるように感じた彼の背後で父がベッドの上にバタリッと倒れる音が走り去る彼の耳に聞こえ続けていた階段をまるで斜面を滑るように駆け下りていったが部屋を夜の支度のために片付けようとして 階段を上がってくる女中にぶつかった「まあなんてこと?」と女中は叫びエプロンで顔を隠したしかし彼はもう走り去っていた門から飛び出し線路を越えて川の方へ引き寄せられていったまるで飢えた人間が 食べ物をしっかとつかむように彼は橋の欄干をしっかと握っていた彼はひらりと身を翻した彼は優れた体操選手で少年時代には両親の自慢の種になっていただんだん力が抜けていく手でまだ欄干をしっかり握って欄干の鉄棒の間から 「バスは彼が落ちる物音を容易に消してくれるだろう」「それから低い声で言った」「お父さんお母さん僕はあなた方を愛していたんですよ」「そして」 手を離してて落ちていった。その瞬間に橋の上を本当に限りない車の列が通り過ぎて。